レッスンが終わる時間から始まるから帰る前に一緒に聞こうって話してたんだ。私このタイトルコール好きなんだよね。ひなちゃん、ライブで天下統一をやる時もパスパレ入魂のコールが楽しそうだものね。うん、勢いでバーンってした後そのままデデデデっていけるからルンってする。デデデデってしてるん、なんとなくはわかるけれど。あはほら、イブさんがリスナーさんからのお便りを読み始めましたよ。それではラジオネームくまぽんさんからのお便りです。私は吹奏楽部に入っています。大会に向けてみんなでたくさん練習したのに本番で私だけ失敗してしまいました。部活の友達に呆れられているんじゃないかと思って顔を合わせるのが気まずいです。イブちゃん、気合と勇気をください。なるほど、くまぽんさんは今少し臆病になっているんですね。私が責任を持って気合い入れ直させていただきます。お覚悟。どうでしょう、気合が入りましたか。くまぽんさんが今まで真剣に部活を頑張ってきたのならお友達はきっとくまぽんさんのいいところをたくさん知っているはずです。だから怖がらずにお友達や今までの自分を信じてください。きっと皆さんくまぽんさんのことを待っていると思います。イブちゃん、はあ、くまぽんさんの気持ちわかるな。え、あやちゃんって今でもこういう心配するの。するよ。別にどれだけ失敗しても大丈夫だけどな。ひなちゃんありがとう。だってあやちゃんが失敗するたび呆れてたらパスパレってとっくの昔に解散してない。もうその言い方はなんか複雑だよ。ほら二人とも、今はイブちゃんのラジオを聞きましょう。はーい。毎回思いますが、イブさんのラジオは本当に元気づけられますね。うんうん、なんていうかイブちゃんの言葉ってまっすぐ届いてくる感じがする。きっとイブちゃんが感じたことを素直に喋っているから、それがリスナーさんの心にも響くんじゃないかしら。ラジオはもう立派にイブさんのアイドルとしての武器ですね。そうね、アイドルとしてやれることを増やす。イブちゃんはスタッフさんに言われる前に自然と達成していたんだわ。そっか、よし、私も手品の練習頑張ろう。手品は新しい武器としてはどうなのかしら。皆さん、先日したアイドルとしてやれることを増やしたいというお話を覚えてますか。あ、イブちゃんも今からちょうどその話するみたい。おお、偶然だけどなんだか心がつながってるみたいで嬉しいね。実はパスパレの中で真っ先に新しいことを始めた人がいたんです。それは我らがリーダーアヤさんです。イブちゃん、もしかしてあの話を。ん？最近アヤさんはライブで披露するために手品を練習しているそうです。やっぱり。サプライズでやろうと思ってたのに。ラジオで言ってしまったら本当にどこかでやらざるを得ないわね。
手品を私も一度見せてもらいましたが、とてもびっくりしました。なんと口からトランプが出るんです。ステッキを使ったマジックは絶賛練習中だそうです。今あやさんはすごく頑張って楽しいマジックを皆さんにお見せしようとしています。絶対に素敵なものになるので皆さん楽しみにしていてくださいね。イブちゃんハードル上げすぎ。本人は純粋に楽しみにしていて、それをリスナーさんと共有したいだけなんでしょうけど。やっぱりイブちゃんって面白い。ああ、やっぱり明日もう一度イブちゃんとお話ししてみようかしら。